久保さん昨日ですね、音声対談しまして、あの、いい音声対談取れましたよ。はい。あのー、ま、あ今回タイトルが、旦那が、旦那が過労死にしましょうか。旦那が過労死。シングルマザー。旦那が過労死、シングルマザー。SEO 的にどうでしょうか。<laughs> いやー、パンチありましたね。うん。1時間。 1>, 1時間10分ぐらいありましたね。なかなか良かったんじゃないですか。で、まあそこでね、もう音声対談3月1日に公開しようと思うんですけど、まあそこで言ってたのが、まあ結論ね、あの100万ぐらい売り上げ見込みとして、まあ来月55万の商品が来月、もう、なんだ、もう入るみたいな。で、今現状としては15万1個着金で、 もう2件15万入る見込みなんで、四十55、五ちょっと待って、十五が2件でしょ ?110 万。で、15が、15が、何もだ。15が3で、45。45、45、45。すみません、僕、45でしょ十5と55が2つで、110。 155万ですね。これ155万稼ぐ方法にしましょうか。まあちょっと、パンチありすぎますね。SEO オていで。150万、155万稼ぐ方法とかにしときましょうか。はい、まあまあまあそこで、まあ女性のシングルマザーのね、その方が言ってたのが、まああの、まあ結論1200本ぐらい今動画撮ってるんですよ。で、僕がアドバイスしたときに、1000本をアップロードしたら、 今見えてない世界が見えますよって言ったらしいんですね。まあ僕いろんなこと言ってるんで <laughs>。で、それを有言実行でしたわけですよ。で、そしたら本当に見えたっていうね。で、まあ音声対談で言ってたのが、やっぱね、石投げてみないと分かんないし、石投げなければ、石を投げなければね、当た,当たる確率はゼロやと。だからとりあえず石投げてみたらいいんじゃないっていう。っていう話です。 石投げてきてくださいいってらっしゃい